MK バズチャンネル。はい、どうも、向田です。今回は遠藤博之選手、園田圭吾選手、神村武選手が代表辞退した件で、お三方の活躍を振り返りながら渡辺選手のペアなどをちょっと想像していこうかなと思います。それではどうぞ。まずは遠藤選手、ユニシスの公式ホームページかウィキ見てもらえればわかるんですが、とんでもない成績を収めてます。30代半ばにもかかわらず全英オープンを2連覇してますし、日本のみならず世界のレジェンドの一人とも言えるのではないかと思います。国内では14年も前から全日本総合ベスト8になるなど、長期間トップでいられるメンタルと体作りは今後のコーチとして活かされていくのではないかなと思います。僕が世界で一番好きなダブルスプレイヤーです。現役を引退するまで応援し続けます。続いて園田選手、神村選手とともに日本ダブルスの可能性を見せてくれた選手なんじゃないかなと思います。素早いラリーと後衛からの圧倒的な攻撃力、どれをとっても世界屈指の選手だと思います。遠藤選手同様、長期間にわたる活躍で2018年の世界選手権、2021年の全英オープンの準優勝など輝かしい活躍をしてます。特に全英オープンに関しては、決勝が日本ペア同士の対決ということで特に盛り上がりました。今後どのような道を選ばれるのかわかりませんが、現役引退までは応援させていただきます。続いて神村選手、園田選手とともに国内外のダブルスで常に注目していた選手です。低空戦での球のさばきや粘り強さ、ラリーの起点にもなる判断力など、ダブルスのゲームメイク能力は突出していると思います。生粋のダブルスプレイヤーですが、混合ダブルスも得意としており、そのあたりからも判断力の高さが伺えます。園田選手とともに国内外様々な大会で素晴らしい活躍をされていますが、個人的なイメージとしては全日本総合でいつも勝ってるなという印象が強いです。つい先日結婚も発表されており、公私ともに今後が楽しみです。お二人同様、現役引退まで応援させていただきます。お三方の振り返りはこのぐらいですね。続いて渡辺選手に関してです。渡辺選手、別に代表辞退するわけじゃないので、まあ、ちょっとペアの遠藤選手が辞退してしまったので、まあ、日本代表として戦うときは別の人とペアを組むことになるかなと思いますし、まあ、それを見越して今後の大会自体、まあ、練習もそうでしょうけど、遠藤選手とのペアがなくなるんじゃないかなと思います。まあ、渡辺選手のペアなので、ユニシスの井上選手か三橋選手が B 代表から上がってくるのか、それとも B 代表のまま A 代表と組むみたいな、そんなことがあるのかはちょっとわかりませんが、まあ、どちらと組んでも面白いと思います。渡辺選手のプレースタイルって、まあ、何に偏ってるわけでもなく、カバー範囲も広くてレシーブ力も高いので、誰と組んでも僕たちを魅了するバドミントンをしてくれると思います。いや、楽しみですね。代表を辞退した遠藤選手、園田選手、神村選手ですが、現役は続行とのことなので、まだプレーを見る機会はあると思います。まだまだみんなで応援していきましょう。それでは以上になります。ありがとうございました。動画をご覧いただきましてありがとうございました。これからも頑張って定期的に動画をアップしていきます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またコメントはすべて返信させていただきますので、コメントもお待ちしております。ありがとうございました。